チャンネルグララをご覧の皆様、こんにちは。本日もきちんと学ぼう政治のルール、おなじみ、ジャーナリストの山浦明義先生とともにお届けしたいと思います。山浦先生、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。最初ですね、はい、前回中国利権という話を山浦先生がしましたところ、アメリカ利権って何なんだと、ないのかという質問が来ましたので、最初答えさせていただいてよろしいでしょうか。どうぞどうぞ。まずですね、今の日本っていうのは、島津に占領された琉球みたいなもんなんですね、で普段は島津が琉球を支配しているんだけれども、清朝の役人がやってきた時は揉め事を起こしちゃまずいんで、島津の役人が消えるんですね。で琉球の役人が、琉球から清朝の役人が帰ったらまた元に戻ると。で今ので言うとですね、普段は日本は中国に支配されていて、アメリカがやってきた時だけ中国は一旦引いて、アメリカはまたやる気をなくしたら、中国がやってくれというですね、まあ言ってて情けない解説なんですか。あ、いや非常に私いい解説だなと思ったんですけど、はい、結局田中竹下派支配がずっと続いて、はい、たまに小泉さんが来て、でそれでアメリカが関心なくしたら、ブッシュさんが選挙で負けちゃって、そのレイムダックの時に安倍内閣が吹っ飛ばされて、みたいな感じじゃないですか。いやそうですね、だから自民党に根強くずっとに、まあ、昭和60年ぐらいから私聞いてるんですけど、結局だから20年ぐらい前はですね、自民党の議員っていうのは共和党の人たちと付き合うといいことがあると、はい、でずっとこう例えば日米 の, その自動車交渉とか繊維交渉とか建設交渉で、まあ、おまけをしてくれるとかですね、はい、でいわゆるその優しくしてくれる、まあ、お金があるかどうかちょっとわからないところなんですけど、まあ、要はそういういいことメリットっていうのは、まあ、彼らにとってすごいいい子いい子されて、でそれでこう育っていくっていう、そういう利権っていうか、いわゆるアメリカについておけばいいことがあるって神話だったんですね、はい、いやそれで言うと、ね、これまたアメリカの公文書公開で、はい、自民党に CIA からお金渡したよみたいな、民社党は CIA の資金でできたよとか、ありますね、もうしれっとアメリカって、出しますね、公開してるじゃないですか、はいはい、で昔の自民党がもらってたって最初バレた時の総裁が河野洋平さんで、そんな昔のことは知りませんというすごい切り返し方しましたけど、ましたね、だから例えばその児玉芳雄っていう昔の、中国の大物を複数番出したりですね、まあ、そういう間接的に出す方法とかいろいろそういうのはありましたよね、はい、ということで、まあ、本当は永田町だけで決まってるわけじゃないんですけれども、はい、ただ前回お話ししましたように、総理大臣になるためには国会で多数を持って、多数の与党を持っていなきゃいけない、はい、そのためには与党の総裁にならなきゃいけない、与党の総裁になるためには派閥を、自前で育てなきゃいけないみたいなことなんですが、まあ、基本的にまあ長期政権を築く基本は派閥の領袖になる、はい、前回散々パラ言いましたよね。そうですね。で当然総裁選挙に勝って、国政選挙で自分の政党を勝たせなきゃいけない、はい、で総理大臣になったら組閣その野党幹部の人事をやらなきゃいけない、はい、であとこれは意外と忘れられがちなんですけど、予算って大事ですよね。予算大事です、もちろん。だって予算って国家の意思だから、政権の意思そのものなんで、やりたいことできるかどうかなんで、予算を否決されたら政権にとどまる意味がないと、あんだけやりたいことがなかった竹下さんですら予算を通して大臣表明ですもんね、はい、そうですね、まあ本当、まあ、ちょっと派閥の話からさせていただくと、はい、派閥には昔やっぱりお金と人と情報が集まったんですね、で結局だから総裁、例えばその総理大臣を各派閥ごとに総裁選挙に担いで総理大臣にするっていうのが派閥の目標だったわけですけど、はい、まあそのいわゆるその今お金はなかなかない、それと情報もないっていう、で、まあ、あとそのあれですね、そのいわゆる総裁選に出る時の頭数ですね、例えばこう総裁選 の, 推薦人っていうのは20人必要なんで、20人そうパッと揃えるにはもう派閥を作るしかないんですよね。そうなんですよね、はい、だから昔は自民党の総裁選に出るための推薦人を自分の派閥だけで集められるのが、派閥で、それ以下はグループって言ってたんですよね。そうですね。ところが今その20人以上の派閥で自前の総裁候補を掲げているのは、まず上からいくと細田さん候補じゃないですよね、はい、向川さん一回も総裁選出れてないですよね、はい、まあ岸田さんですかね、はい、岸田さんは岸田派、岸田派ですよね、次は出るかもしれませんけどね、岸田さんは一回もまだ出てない。そうですよね、はい、
で、まあ、その前つい先まで古賀派でしたからやっぱり候補者いなかったんですよね。はいはい、で、まあ、麻生派ギリギリ、うん、麻生さん本人がどうかな、はい、二階派って明らかに自分で出る気ないですもんね。そうですね。となると、まあ、岸田派が、まあ、総裁候補を抱えている中では、まあ、安倍内閣を脅かす人、ということは安倍内閣安泰ですね。よくわかる。もう岸田さん絶対歯向かないですからね、はい、だから安倍内閣が昔のそういう自民党派閥政治だけで見てたら安定的に見えるっていうのはそういう理由なの、だってグループで総裁候補を抱えているって谷垣さんと石原伸晃ってんですからね、それは安泰ですよ、自民党的に、ね、見方、ものの見方ですればもう谷垣さん自転車乗ってるだけと、ね、はい、そういう、しかもこけてる、こけてる、怪我、大怪我してるし、うん、それでは勝てませんよね、やっぱりね、はい、ね、ということで、まあ、ただその予算編成というのは結局毎年これが増税が話題になるということは、はい、まあ、最初の方の回で言ったように、うん、財務省というアクターがある。そうですね。で、はい、今日も冒頭で言いましたアメリカというアクターがある、はいはい、であともう一つ言うと、その国政選挙が昔は衆参どっちとも自民党が勝つんで参議院なんかどうでもよかったのが、今一応あの社会党よりはマシな民主党という制度があって、うん、はい、ねじれ国会とか平気でありましたんで、はいはい、そうですね、うん、だからまあその参議院という要素が、うん、田中角栄、竹下登っていう人はいち早くそれに気づいてましたけど、佐藤栄作とか、まあ、この参議院の役割が大きくなったんで、その衆議院議員の派閥の合唱連行だけ決まる時代ではなかった。そうですね、まあ、戦後戦と戦後の違いっていうのはまさにそこにあるんですけど、うん、まあ、参議院にはドンが生まれるとかですね、はい、いう話になって、うん、まあ、参議院を抑えないと総理大臣をのポストを確保できないと言われましたですね、はい、まあ、例えばその一時期は村上正邦先生とかね、はい、うん、まあ、おられますけど、あの時は 村上先生は指名権があったって言われてましたね、うん、はい、森喜朗さんを5人組っていう、まあ、赤坂プリンスホテルで集まって決めた時に村上先生の言うことが一番通ったという話がありますけど、うん、まあ、いずれにしてもそのそういう参議院、あの人は参議院の幹事長、参議院あるいは会長というポストでしたから、はい、まあ、それでそれが強かったっていうのもありましたね。ここでなんかいきなりそっちの話に食いつきたいんですけど、うん、村上正邦さんが参議院の天皇で、はい、なぜ か参議院幹事長で下にいたはずの青木幹雄さんが参議院の方法じゃないですか。あ、そうですね、確かに、ね、村上さんって、まあ、村上派とか、いろんなこと言われてて、上静香さんと共に参議院議員で最初の派閥の領袖になってきたじゃないですか、はいはい、うん、で青木幹雄といえば当然竹下登の側近第一号みたいな人で、はい、そう、竹下派じゃないのに参議院議員のドンになったっていう、村上さんのその頃のすごそのなんで慣れたんです、そんな地位。いや、結局だから成長の家っていうその宗教団体をバックにしていたことと、はい、まあ、基本的にはあの参議院の玉木和夫さんという方なんですけど、玉木和夫さんの力をこうそのまま受け継いで青嵐会の参議院議員の、そうですね、はい、だから青嵐会のいいところを彼は引き継いだっていう意味もありますですね。まあ、結構あの参議院にいたからこそ、まあ、そこまでなったと、うん、あ、なるほどね。だから参議院の、まあ、玉木さんの力を受け継いで、はい、まあ、ずっと玉木さんって青嵐会で高派だから、ああ、竹下派、はいはい、支配の中で失速していたじゃないですか。そうですね、はい、うん、まあ、だから、まあ、能力は昔は暴れん坊って言って浜田光一さん、はい、浜子さんとかですね、そういった人がやっぱり重宝されてましたんでね、うん、まあ、暴れん坊はいい文化だと言われても、まあ、今は国会で暴れるとすごい、携帯を持っていくだけでこう怒られたりですね、うん、昔は当たり前だったんですよ、はい、いや、だって、あんな乱闘国会でやるよってもう事前に通告与野党待ってるじゃないですか、うん、はい、なんで携帯入れてんの、うん、そうダメでしょ、いや、誰が盗んだんでしょうねつって、それであれはトラップなんじゃないかっていう説もあるんですよね。秘書が抜いてたのを、代理士が気づかないで、暴れ回って、とりあえず自販機の下で見つけたことをしようみたいな、落として、ね、そういう噂が流れてますが、秘書が申し訳ない、これがいわゆる国会の秘書話っていう、秘書が秘書室に言うから秘書話、はい、はい、まあ、いずれにしてもそういう情報ですよね、インテリジェンスの一部分としてそういうのも必要だという無理やり持ってきましたけど、はいはい、まあ、でも長期政権を築いて、戦後長期政権を築いた人といえば、うん、まあ、吉田茂は、まあ、古い時代の人として、うん、まあ、佐藤栄作、実質的には田中角栄、竹下登、それから小泉純一郎ですよね、はい、中曽根さんちょっとね、田中さんと角さんと竹下さんこびてただけですけど、
まあ、これ守ってるんですよね。そうですね、まあ、だから予算配分権を持っておくといいのはやっぱり地方を、ね、抑えられて、まあ、地方今ちょうど地方再生、まあ、地域再生、うん、まあ、そう地方地域おこしとか言われますけど、あの各県都道府県の人がやっぱり県事務所を持ってるんですね。あので陳情のための事務所ってもうあんなのやめた方がいいと言われながら、うん、あの都道府県会館というところに行くともう各都道府県の事務所の人たちがみんな常駐していつも予算の分取りに来てるわけですよ、未だに、うん、だからこれはもうなくならないだろうと、いくらなんでも。でそれにちゃんと予算を与えるのがこれが財務省だとするとですね、うん、やっぱり財務省の権力というのはもう凄まじい。はい、政治家に勝てない理由はもうそう、政治家が勝てない理由はそこにあると、ね、はい、地方の人は頭上がりませんという。じゃあちょっとこれで小泉さんで当てはめていってまとめたいんですけど、はい、どまずあの総理になる直前に私は無派閥で戦うとか言いながら、はい、思いっきり清和会が最大派閥で支えてるから、そうですそうですっていう、もう完璧に清和会を抑えてるから、うん、無派閥を名乗れるぐらい強かったと。そういうことですね。でもう総裁選挙と衆議院選挙全部勝って1回参議院負けてるんですけど、はい、実はその後郵政選挙で3分の2取ったんでそれ帳消しにしたと、はい、で組閣のたびに人事の小泉って言われましたもんね。あ、そうですね。で最後にあの、うん、まさに財務省を抑えていたと、はい、予算編成がいつも滞りがなかったと、はい、うん、大蔵族と言われましたね、うん、だから結局あの増税やらない代わりにあの土建と郵政切って切って切りまくって、はい、でそれでいながら海外派兵やったんで、まあ、アメリカと財務省両方抑えられたと、そうですね、いうことで、まあ、ちょっとねこの長期政権を築く方法っていうのを、ね、うん、そうです。まあ、本当はあの親米派とその新財務省というのがキーワードをずっと戦後なり両方天秤にかけて、そうですね、うまくやりきったっていう、はい、それで急に思い怖いこと思いついたんですけど、あの安倍さんがアメリカ行って上下両院で演説してスタンディングオベーションだったんですか。 ありましたね、はい、あれなんでかって意外と知らない人多いと思うんですよ、アメリカ今毎年10兆円軍事費減らしてるからせめて5兆円ぐらい負担しろよみたいな話になっちゃうじゃないですか、それで安倍さんが満額回答を与えたようなことを言ったんで、まあ、あのスタンディングオベーションになったんですよね、となると財務省がそんな予算認められませんって言った瞬間、安倍内閣アメリカに貴様裏切ったなってなりかねないと、怖いですね。まあ、アメリカもだから今 TPP とかを見ると、うん、あの割と墓穴を掘ってるところがあって、昔だったらやっぱパシーンと日本に要求を出してきたんですけど、オバマ政権になってから基本的にはもう自分たちのことで精一杯っていうんですね。まあ、オバマの時はチャンスですよね。チャンスなんです日本は。でも本当その防衛費、日本が、まあ、安倍さん毎年 0.8% ずつ伸ばしてるからいいとは言ってますけど、まあ、今の集団的自衛権の安保法制も結局アメリカ、まあ、東アジア版 NATO を作るって話ですか、アメリカ以外のオーストラリアとかフィリピンとかも助けるよと、その時に、また金だけ出して、しかも金だけ出さないとかなったら、いや、まあ、私はあの軍備をどんどん広げて、まあ、日本の軍備も進めればいいと思いますけどね、それが一番の財政出動ですよね。そうなんですよ。私財政出動に反対してんじゃなくて、あの財政出動は防衛費でしょって言ってますよね、まあ、最終的にアメリカにこう輸出するぐらいのですね、勢いで力をつけてにもう上回ると、まあ、そういうこうことをやったらいいと思いますけどね、はい、ということで、はい、やっぱりあのその財務省ってどうしても気になってくるんで、そうなんですね、霞が関の話をよろしくお願いします。